Good morning, folks. This is Guy Van Nael, Yokohama City, Japan. Welcome Daily Conversations again to you. March the 26th, 2023, Sunday morning. 10:42 a.m. 今日はね、さっき、5、6時間前だっけ？ラドウェザーのさ、この明るいところでね、見てもらいたい。これ60リットルバッグって言うんだよね。でも、大きさからしてさ、60は入らないような気はするんだよね。この、マチの感じがこんぐらい。マチが10セン、12センチぐらい？これ、入るかなっていう感じはするよね。うん、ちょっとね、どうかなっていう感じはする。お、まあ、普通にこういう感じでさ、どっかね、入るかね。多分、これ見たか、40ぐらい、35ぐらいかなっていう感じがします。測ったわけじゃないよ。うん、60は入らないと思う。で、ちょっと背負ってみますね。でも商品は素晴らしいと思うよ、俺。素晴らしいと思う。うん。とっても素晴らしいと思う。使わないうちから何言ってんだって。あのさ、見てわかんじゃん、大概のこと。わかんない？うん。よく言うじゃない。落語でさ、新書さんが、新書さん。新章さん。ね。新章さん。新章さんがおっしゃるじゃん。新章に差し出そう。こういうちまっちましたことができないんだよ。ね。いいと思うよ、これ。いいと思うじゃん。素晴らしいと思いますよ、私。素晴らしいと思います、これは。うん、素晴らしいと思うよ、これ。こんな感じ。ね。結構、お尻の方に来ないでね、ベルトより、10センチぐらい上かね。まあ、下げればいいんだ。ちょうどいいよ、私に。ジャストヒット。刺せたのさっき、ちょっと硬い芋とかね。いいと思うよ、俺。これもあるもん。ここを直したんだ。うん。画像で見るとさ、なんか、丸げな感じに、後ろにつんのめったような感じだけど、全然違う。かっこいい、ほら。かっこいい。ちょっと、ホミアルデビアン。上見えないかね。こう、いいよ。頭のね、真ん中辺ぐらいまであるよ。うん。とってもいい、これ。うん。だけど、ね、このウエストベルトがさ、溝をつよあたりなわけ。うん。しょい安いです。とってもしょい安い。うん。これ素晴らしいよ。うん。なんか生地が薄くてどうのこうのってさ、ね、ヒマラヤ行くわけじゃないんだからさ、近所のスーパー行くだけだから、近所のスーパーだよね。とってもいい。素晴らしいね。うん。これに文句つけるバカはどういうバカかなと思うよ。これ回し物じゃないからね、ラドウェザーの。ここになんか、ペットボトル入れるんだろうね。うん。素晴らしいと思うよ。こっちはどうなってんの？あ、こっちにもある、ポッケが。うん。あ、ここにもなんかチャックがついてるよ。なんか紐に引っ張んだよ。ここになんかあるよ。何入れるんだろうね。携帯、入んないかもしんねえな。なんかちょっとちっちゃい。こっちはどう？こっちにもあるよ。ほら。ね。ここにもある。いいと思いますよ。思いますよじゃない。いい。すごくいい。これ3つ4つあってもいいね。うん。家族に1つずつぐらい買っといてもいいんじゃない？ね。もうじき変わら困る時期になっちゃうかなと思ったら。ね、これベルト。
ここにバッグ両方ともで、ここに両方ともあのペットボトル入ると思うよ、入ると思う。これ入れてみようか、入るもん。ヒンヒンっていうのは入るよ。うん、入ってね、上だからこれ350じゃん、500は入ると思う。ここへ500の、まあ、ペプシコーラでも、あ、商品名言っちゃいけないの、うん、じゃあコカ・コーラも言っとこうかね。アメリカ製。何でもアメリカ製。ね。Google もアメリカ製。YouTube もアメリカ製。ね。ここだかなとね。素晴らしいよ。なんかいろんなのついてなんかできるようになって。これね、素晴らしいと思う。素晴らしいですこの場合は疑問文じゃないよ。です、ね、変えようなんて言ってないよ。おすすめします、ね。すごい。あ、ここにもさ、ほら、なんていうの、こう、ネットになってる中にこう、なんかスポンジみたいなのが入ってね、背中に当たるところが。素晴らしいよ、これ。夜逃げするとき、こういうのさ、背中に1個背負って両手に持っていけばさ、仮にこの中に30リットルずつ入ればさ、90リットル持っていかれんからね。うん。素晴らしいと思う。あとほら、なんだっけ、1万円ぐらいでさ、なんちゅうの、すごく高評価のさ、80リットルバッグなんかな。あれもね、高評価だけど、私のご予算は1万円なんてね。今日さ、こういうさ、握力がないとさ、こうつまむことができないんだよね。何自慢してんの？王国ですよ、王国。これだったの。K&F。ね。K&F。フォン F。あ、これが C だ。K&F。コンセプト。ね。www. 剣とフェイスっていうのかね。com.com。ここね、7999円だっけ。X00YU0VQV。一眼レフ三脚 K&F コン…折りたたみ可能オレンジ S254 KF09.084V2。 これが商品名なんだね。 KF09.ドットっていうの ?084V2。うん。GG だからこういうことがさ、あ、こういう袋があるんだね。こうだ。素晴らしいね。中身はどんなのか知んないけど、上品の作り、とっても上品。これが薄くてね、岩にぶつけたら破けますって言ってるバカはさ、岩にぶつけなきゃいいんだから。でもぶつけちゃうことあるもんね。その時は泣いて帰るのかね、遭難するのかね、うん、あ、年寄りに優しいね。このファスナーがさ、の握りがでっかい。これどうやって取んの、取れないの？取れなきゃ出ねえじゃんね。あ、ここだ。これだ。こうだ。こうでした。あげましたね。商品説明なってない。いいんだ、買えばいいんだから。買いたい人はね。買いたくない人は買わなきゃいいんだ。
なんか入ってるよ。まあ、あ、なんかあるね。これなんかに使うんだね。アーレンキ。ポイってやるとまずいな、これは。あ、上品な作り。とっても上品な作りですよ。とっても上品。すごい、あ、ここで止まるんだね、なんかね。あ、なんか、どうやって戻すの？だって戻すのよくわかんない。あ、これだ。これを押せばいいんだ。これを押せば、こう、あ、ロックが外れて、好きなとこで止まるんだね、これ。あ、なかなかいいじゃん。いいですよ。とてもいいと思います。で、これが、どうやってやるの？あ、これだ。いいんじゃない？うん、いいよ。とてもいいです。これはいいね。うん、で持った感じはね、持った感じは、実装よりでかいね。うん。実装はね、こんぐらいだもんね。こんぐらい。このぐらいだね。実装のね、旅行用の、なんか一番 ちびっこくん。なんでこれがまっすぐに降りてないの？なんかちょっと変だな。まあいいよ。まあ、せいぜい、あ、ここに水準器もあるね。なんだか知んねえけど。問題はこれだよ。ボールヘッドがどのぐらいなのかね。あ、すごい。楽ちん。これいいね。これいい。あ、360度回るんだ。これでしょ。これがあって、これがあるから。あ、これは楽ちんだと思うよ。こっちはもう止めとけばいいんだもんね。あ、で、これで閉めんのか。あー。映ってない。映ってない、ね。これさ、回りっぱなしなわけ？それじゃダメじゃんね。ここが止まるのはわかるよ。ここが止まるのはわかる。これ回りっぱなしじゃ役立たねえじゃん。どうやってロックすんの？あ、これで止まるの？違うね。どうすんの？これで止めんの？あ、これで止まるんだ。これで回転を止めて、これは、あ、ダメだね。役立たねえじゃん、これ。どうすんの？止めたいよね。固定できないの？これ。なことないでしょう。ここが回転しないんだもんね。なんでこれ、これは失敗だね。重いし、これは持ってけねえな。返品できないもんね。こういう商品なんだから。ねえ。どこ止め方法ないのこれ。これじゃダメでしょ、だって。あ、ここまで下げるんだ。ここまで下げるんだ。ここになんかストッパーみたいなのがある。あ、あ、これで止まった。そうだよね。そんなバカな商品ないもんね。それでこれを緩めれば、これを緩めれば回るわけか。ああ、そうか。わかった、わかった。ここの赤いのをギッと締めれば、もうこれがぐるぐる回んないんだ。回転しないんだ。で、これでこう回転させんだ。硬いね。硬い。で、こっちでボールヘッドだね。これは何？あ、何？なんだろう。あ、これをロックするんだ。取れちゃうんだね。
これ何の役に立つの？よくわかんない。これがこうってグラグラしてんけど、なんか意味あるの？よくわかんない。まあこれ外してここへ刺せっていうことかね。違うよね。そうじゃないよね。なんでこれがグラグラしたものをつけなきゃなんないのかな。よくわかんない。あそこの国の人たちの考える発想は日本人と違うからね。だからいいものができるんでしょ。なんでこれが揺れてるの。あー、わかった。これを先に三脚穴のあるものに止めるのかね。あ、これをその使いたいものにくっつけといて、ほんで、これをどうやってねじるんだろう。あ、ここにこれがある。これがこうやって締める回すんだ。このデーリングデーリングがあるよ。うん。これでこうカメラなりにくっつけ、まずこれをカメラにくっつけて、でくっついた後これを畳んで、まあこれは動かないってことなんだろうね。カメラにこれをくっつけとけよってことだね。うん。で三脚を据えたら、その三脚にここへ差し込んで固定しろよということだね。わかりました。重い。実装がね、2.5 キロとしたい。これが 1.5 キロ、うん、これが 1.5 キロなら、でも頑丈。信頼に足りるね、これは。素晴らしいと思う。パッと見た感じがさ、チャチさがない。チャチさがない。うん、なんでこれだけ、ああ、なんか一脚にするときここついてこうやってやるのかね。よくわかんない。わかんないで何説明してんの。いいじゃん。見てわかんないようなら銀が見張っとけって新庄さんが言ってんでしょ。お前のマミエの下に、うん、こんな感じがね、うん、ちょっと重たくて、あ、もう持っただけで痛いよ手首が。ただでさ痛いのにさ。でもやることやったかね。うん、分かっていただけました。このなんか名前がある。これがもうさ、持てないわけよ、滑っちゃって。これ、ただの紙の箱じゃん？これが持てないんだから。持ててんじゃん。だから、用心すれば持てんけど、持てねえよ、こんなもん。これ何グラムあんかね？ 8 グラムぐらいじゃない？ 10 グラムぐらいじゃないの？こういう名前だ。こういう名前。なんて書いてあるの？ロハスっていうのがね、ロスだね、ロスね。デザインドバイ K&F コンセプト www.kentofacecom ね、kentofacecom トリポズプロフェッショナルアクセサリーズ。いいよ、これ。うん。お車で持っていく人にはいいね。うん。ここはどこで止めんの？これで止めんの？あ、これで止めんだ。ね。これ止めんの。なんかメモリもついてます。ここにもメモリついてます。大雑把な人間には必要ありません。いいと思う。あ、そんでさ、ここにこれがある。ここ、ほら。ここ、これ必要だよね。フックがあるの、フックが。ここへさ、砂袋、コンビニ袋やって、中にさ、土とか、砂、水入れればさ、ペットボトルでもぶら下げればさ、ね、グラグラしない。
グラグラしないよ。素晴らしいね。うん、ただ重すぎる。やっぱりさ、でも三脚がさ、軽くて丈夫で、まあグラファイト、グラス、まあね、うん、これはいいと思う。2割引きだったんだ。俺さ、安いって言われちゃうと、定価が嘘っぱちでもさ、2割も引いてくれてんならってなっちゃって買ったんだよね。うん。でもいいよ。これすごくおすすめしますよ。使わねえうちから何言ってんだ。ケチつけんとこない。うん。これがよくわかんないね。これ、このアタッチメントなんだろうね。カメラのお尻にこれを先につけとけよ。で、三脚にスコンと刺せば簡単に止まりますよっていう商品なんだね、これね。うん。なんか書いてある。K&、会社の名前だね。うん。水準器までついてるもんね。道楽でやる人には必要ないね。あ、水準器の中にね、ちっちゃな気泡が一個あんの。それが真ん中来た時、まあ、水平だよってことだね。うん。いいと思いますよ、これ。一つは必要だったからね。どうしてもね。でも重さで言ったら、トントンだね。実はここがさ、なんかあの、鋳物っちゅうの。これはプラスチックなんでしょ？あの、チャチさ感はゼロ。うん。私のこわばってる手にはね、強敵。だから健康な人にはね、素晴らしいジャンになると思うよ、これ。素晴らしい。うん。これ、しょっていくのは、そう。あそこに入ってんだ。出すのめんどくさいな、思っていいから。まあ、出してみようかな。もう動くのやだ。また次回ということ。じゃあギターやっちゃおうかね。だからこういうのもさ、なんちゅうの？何分やったの？見えない。ここが真っ暗なんだよ。本当に真っ暗。だから背中からライト当たって、画面に当たってないと省エネになるのこれ。あ、省エネじゃない設定にすればいいの？よくわかんねえ。何でもわかんねえ。うすらバカ見てわかるよ。11時4分。こういうのもさ、あ、今日もさ、寒い。今日も10度。でもさ、明け方の3時半、4時だっけが15度で、今も15度だから、まあ春のこんなもんなんだね。うん。ちょっとね、やる前にやんない。手がこわばってんからね。うん。こわばってない時もあんだよ。それはね、この、例えば15度からさ、20度になるじゃん。その5度って違うんだよ。で、秋口さ、最低気温が20度から下がっちゃうときあるじゃん。もうそのときアウト。で、最高気温が20度いかな、20度、最高気温がね、20度割ってくるともう厳しいね。うん。だから、最低気温がさ、今、10度の15度ぐらいなの？うん。まだあと、だいたい私のね、本調子になれるのは、5月下旬ぐらいからね、6月、7月、8月、4ヶ月だね。私の人生は4ヶ月。ね。あと100年生きれたとして、3分の1でしょ？残りの人生30年だね。あと100年生きれるんなら。なんか全体になんかもうね、歪むとこが何回も倒してんからね、ガッシャンガッシャン。これはね、ギターのせいじゃありません。私のせいで歪んでんとこがいっぱいあります。ここ最悪。だからこのフレットがさ、ガーンってなるたんびにここ沈んじゃうんだよね、多分。だって買った時は、だってじゃない。でもじゃない。だからさ、
文脈でだって、日本語にだってがあるんだからさ、そればっかり言うなっていう話だよ。文脈の中でだっては出てくるじゃん。で、あの人たちさ、もう商品説明したからこの先聞かなくていう不愉快が始まるから、ね。うん。もうここで終わりに、うん、ここで切ってさよならしていいんだから、商品説明終わり。うん。ね、あの人たちがさ、1980年からさ、ね、うん、まあ、2世3世ぐらいだろうね。45年にギチラコで来たんならさ、2世3世ぐらいだろうね。2世じゃないね。3世ぐらいだね。で、後ろバカどもがさ、しゃしゃり出したじゃん。1980年から。で、日本語の教育受けてないからさ、日本語はちゃんと喋れないじゃん。ほんと、ちゃんと喋れないと、お前何人ってすぐバレちゃうじゃん。そのためにバカ語を流行らせたわけ。何でもバカ語で済ませばさ、その日本も今までなかったし変だよ。でもそれを流行らしちゃったじゃん。その理由は、木は森に隠せ。森に隠れるためにね、日本語教育受けてないからさ。で、さっきも言ったじゃん、あ、言ってなかったっけ、この、あ、縄文文明やろうかね。縄文文明。ね。シャンシャイの子供はさ、シャンシャイなりの知識しかないじゃん。で、大学生は、俺高卒じゃん？でも大学の人はさらにその4年間、研鑽に研鑽を重ねて、いろんなことを教授から習い、自分で勉強したわけでしょ？ね。やっぱりさ、給料でも高卒と大卒は違うじゃん。それはやっぱり脳みその詰まり方が違うわけよ。おそらくね。ただ、もう一つ問題があるんだよ。これ日本人じゃなくてもいいんだけど、私の場合さ、おじいちゃん、お父ちゃん、俺っていう3世代じゃん。で暮らしたわけじゃん。何を意味するかっていうとさ、高卒でも、お父ちゃんの世代の話、おじいちゃんの世代の話を聞いてるわけさ。日本語の語彙力が、基本的なものが全然違うわけよ。ね。これが各世代で言ってる人はさ、お父ちゃんの脳みそしか入ってきてないんだよ。でも、そのお父ちゃんは、そのお父ちゃん、そのおじいちゃんは知ってんじゃん？だからここまで届くけど、三世代で暮らしてんと、このおじいちゃんは、そのお父ちゃん、そのおじいちゃんの知識をもらってるわけじゃん。育ったわけじゃん。と、そこにさ、語彙力の幅っていっぱいあるんだよ。日本語普通に使ってて。で、俺なんか勉強、教科書開かなくても、そのおじいちゃん、ね。だから、一世代25年とするとさ、お父ちゃんで25年、おじいちゃんで50年じゃん。で、そのおじいちゃんは、おじいちゃんのお父さんが100年先の情報が俺に入ってるわけさ。おぎゃと生まれた時に。わかるよね。でもこれは、各世代で行くと、その25年分がさ、50年足んないんだよ。各世代ね、また各世代だと、お父ちゃんが見たのはそのお父ちゃんしか見てないから。うん。ね。これが日本人の場合だよ。で、ギッチラコで来てさ、日本の教育受けてねえと、それでもテレビは日本語でやってんからさ、わかんじゃん？で、でもそれは日常会話なんけど、テレビでやる程度のドラマ見て面白いなっていう日常会話はさ、八百屋さん行ってさ、これいくら200円。どこ2つくんない？その程度はできるかしんねえけど、そっから上、できないんだよ。ギッチな子だから。え？ほんとさ、どうする？あうあう言ってんとバレちゃうじゃん。だから、あうあうを流行らせるわけよ。1980年からその、ギッチな子で来たお孫さんぐらいが。1980年。ね。45年に戦争終わったでしょ？ね。
80年だから35年でしょ。だから2世3世だよね。うん、シャンシェ。あ、ちょっと低いね、全体的にね。ここも歪んでる。そりゃ無理ないよね。この重たいもんがさ、バーンって倒れんだからね。そりゃ無理ないよ。うん。これもさ、初めてこれをね、今日からギターやろうかな、長くなるよ。もう商品説明やったからさ、見なくていいよ。ここ見たくて待ってんの？これいきなり見た人はさ、あの人なんかね、ギター、僕はここのね、私はこの3フレットしかできないのよ。それをカポつけて3フレットしかできないのよ。あの人カポなしで何やってんのかしら。これがカポ。カポって何？これ。0フレット。0フレットって何？ G のオープンコード。これが G。G じゃないよ。これはこれですよって100万回言ってんじゃん、泣いてねえか。ね、同じこと3回言われても理解できない人はさ、向いてない。向いてない。こうやってやった時は、今パッと初めて曲を聴くじゃない？今まで聴いたことない曲をパッと。メロディーは一回聴きゃわかんじゃん？これね、文章は難しいよ。自分で読まなきゃならないから。目で黙読していかなきゃなんないから。音楽はさ、聞こえちゃうから。音楽は聞こえちゃうから、聞きたくなくても。ね。で、あ、この曲いいなーって、初めて聞いた曲。例えばさ、大好きな A ちゃんのね、コンサート行ってさ、新曲を、ね、レコードにも、ラジオにも出てない曲を発表してくれたときさ、それ一回聴けばさ、そのコンサート会場出てもさ、電車乗ってあるいは自動車乗って、の間でもさ、その曲をこう口ずさんじゃうじゃん。ほんと、一曲全部さ、歌詞はわかんないでもメロディーはさ、わかっちゃうじゃん。これ本をさ、これいい本だから読んでごらんって言われてさ、開けて一個ずつ読んでかなきゃなんないじゃん、目で。音楽は聞こえてきちゃうもん。うん。音楽の楽は楽しみじゃん。でも文学はさ、文を学ぶだから。ここには大きな差があるよ。学びたくなくてもね、高卒でも聞こえた通りに言えちゃうから。だからシャンシャイ前で聞こえちゃうわけだから。新春シャンションショー。私昔はね、もう少し上手でした。難病になる前は。もう少しだけね。やらねえうちわかんねえよな。だから何べんも言ってんじゃん。ね。こうにゃんと便利だよって教えて差し上げてるんだから。ね。いらなきゃ見なきゃいいんだ。少なくとも見てるわけじゃん。
こうやってやるんだよって、お前言ってる本人が上手にできてねえじゃんじゃなくて、あ、そうやってやんの、俺お前よりもっと上手になれるよ、なんでそっち行かないの、なんで穴掘りたいの。音差どっか行っちゃったね。っていうのもこれ教えたでしょ、教えて差し上げたでしょ、ピックがないよって言ったら紙でいいんだから、紙でいいの。紙じゃピックになんないじゃん。でも紙を折ればさ結構硬くなるよ。でこの硬いところでね、ついてみな、目玉は台無しになるよ。つきなさいって言ってね、見てごらんって言ってんだ。紙ですよ、紙。私はいつもスマ引きでやる理由は、ピッコ通す心配ないでしょ。ピッコッコちゃんじゃん、すぐ。ピッコッコちゃん。なんで握力ないから。あなた冗談みたいにさ、握力5だ7だってんでしょ？冗談じゃないんだよ。ね。難病の薬20年もね、なんでもない人は飲まないよ。うん。なんでもない人は飲まないから。ただじゃないしね。うん。私は、ね、日本国民だか神奈川県民だか横浜市民だかね、わかりませんが、援助してもらって、ただだから私も YouTube ただでやってんの。収益化って、痛くないでしょ。歌好きじゃない？じゃ向いてないよ。他のことに熱心になったがいいね。朝起きてしょんべん飲むとかさ、そういうことは日本で流行んねえよ、いくらやっても。病丸々、日本じゃ流行んねえよ、そんなもんは。10年しゃしゃってポシャったじゃん、バブルが弾けて。沈んでんとこいっぱいある。
このさ、どこのフレットでやってもメロディーを終えるってことはさ、ギターやったことない人にとってはさ、なんでそれができんのと思うじゃない？これオープンコードの G ですから、これやったら3つ目はドってなりますから。なんで？なぜなら、オープンコードのカポのここはドって決まってますから。だからこれを動かしたところのここはドに決まってますから。もしあなたがここで、ってできれば、ここでもできます。なんで？G のここはドですから。ね。で、私は耳コピーでこれをやったわけ。で、基本は、王くんに高校1年の時ね、王くんが、じゃあサクロできんなら、夏休み教えてやるよって言って、A マイナー、D マイナー、E って言ったけど、E7 ね。麦わら帽、これらしいね。こんな風に教えてくれないよ。A マイナーはこうやってやるんだよ。D マイナーはこうやってやるんだよ。C はこうやってやるんだよ。E7 はこうだよ。で、一応教えてくれて、F は、こういう風にはね、こうやって制覇は難しいから、これは、この下2本だけでいいんだよ。ね、そっち教えてくれたわけ。で、その後、王くんが、お前これ知ってんかって言って、クリームのさ、レコードを回して聞かせてくれたわけ。ラララスカッカッカッカガガってやつね。で、今度は自分でベースを、ね、ギターでまず見せてくれたでしょ。で、次は、ベースでね、こうやって、ほっこほっこほっこ。まだ、すっぱーすっぱーっていうんじゃない。そういうの流行ってない頃ね、今から、だから、50年、53年ぐらい前に教えてくれたわけ。で、その後に、俺にさ、A マイナーはこうだよ、D マイナーはこうだよってやってくれて、で、一応その、ベースもやってくれたじゃん。見せてくれたじゃん。エレキベースね。うん。で、ギターで、なんかこう、シャシャシャって、この教えてくれた、じゃないのさ、みたいなことをさ、このシャキシャキシャキっていうのを見せてくれたの。あれ、ああやってやんと、ああなんだって見たら分かったの。すぐできたので、私はすぐできたけど、これをねやってごらんって言って、なかなかできない人もいるんだよ。なぜそれができないか分かんないんだけど、教えて方が悪いからできないのか、向いてないのか、やっぱ物に向き不向きがあるからね。今からギターをね、
やってみたいなって思ってくださる方は、私のこのね、死の循環行動をね、覚えてくださいよと。で、これができたら、ここにカッポがしてありますから、今度は自分でここカッポやって、今と同じことをやってごらんったら、もういて、私なんかもう、ただ曲げるだけでも痛いんだから、ね。このカッポをここへ持ってくると、手曲げないでできますから。今これで、これ楽ちんでしょ？手まっすぐじゃない。その理由は、これやんないで済んでんから。で、ここの辺ならできますから。ここまっすぐでこれができますから。ここが痛くないですから。で、これはここと同じ意味ですから。この三つ目はドになりますから。ここにこうやったとき、ここがドですから。ここにこうやったとき、ここがドですから。ここにこうやったとき、ここがドですから。バカでもできんでしょ？できない？じゃあ向いてない。この意味わかんないと全然向いてない。これ、何度も申し上げます。これは、これですから。これ、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 これ。これですから、これは。この意味がわかんないと、まるっきりバカだよ。バカでおしまいになっちゃう。これは、ここがどって決まってますから。これをずっとずらしてくれば、どこやっても、ここがドになりますから。この関係は違いません。どこやっても同じ。同じですから。ね。まずここが分かんなかったらハイコードでメロディー取れないよ。なんでそこがドの音になっちゃうわけ？このドは分かるよ。このドは分かるけど、なんでそこでメロディーが取れるのって、ここで、その人はここでもうメロディー取れないんだよ。で、ここ見えてたかな？この押さえたとこを引っ張らないとダメなんだよ。この押さえたところを引っ張らなきゃダメなの。外したところを鳴らしたかったら、その外したところを引っ張らなきゃダメ。指を動かしたところを引っ張らなきゃダメ。で、これ一個一個をね、綺麗にできればプロ。でも素人は、これをこういう風に鳴らしたかったときは、この辺三つをやれば鳴るから。この、ここに当たんないかなじゃなくて、そのあたり。ね、サーランディング、その辺をね。やがましいでしょ、これ。紙だから。具体的に曲でやるともう少し分かりやすいかも。うん。できるかどうか分かんないけど。リンゴの花びらが風
メロディーはさ、わかるでしょ？歌、お経や朗読の時間じゃないからさ、メロディーがあるでしょ？そのメロディーをここへ鳴らせばいいの。ドーって聞こえたら、ドの音を鳴らせばいいの。メロディーをドを鳴らしたかったらドの音を押さえて引っ張ってあげればいいの。レの鳴らしたかったらレのところを メロディー聞こえるでしょ？どの曲聞こえてもリンゴの花びらが、あの頃は若かった、じゃ、歌なんないじゃん。その原曲と違うんだから、メロディーが。もうここが最低の、分かれ目だよ。聞いて、そのまんま言えばいいの。なんでもさ、バカみてえに言う、ね。ご近所の弁学者の話 してんでしょ？ね、うん、そこら辺のさ、日本語学校のね、日本語学校の教師が何人だか知りませんよ。どこ出身だかも知りませんが、私はこれを食べたいですって言ってごらん、中丸くん。中丸くんいないね、とか、ね。その、言ってごらんって言うでしょ。ほんとやっぱりさ、R の発音、昨日やったでしょ、何回か。昨日も、その前も、今日初めて。R の発音なんかね、できてもできなくてもどうでもいいの、日本で暮らしてる場合。でも、英語を話す人間からね、R の発音が変だと、シャンシャンに見られちゃうわけよ。侮られるわけ。たったあるができねえで。シャンシャイシャンシャイって言ってんとさ、先生、シャンシャイです。何言ってんの？まあ、バカじゃねえって言われちゃうわけよ。R の一つできないだけで、見下してくるバカがいるわけ。今できなかったよな。じゃあ謝んねえと。今謝ったよな。じゃあ誠意見してくんねえと。誠意って何ですか？金だよ、金。早くわかろうね、ここね。R の発音なんかできてもできなくてもどうでもいいんだよ。でも侮られちゃうから、もう相手の欠点を攻撃して、お前それ今できなかったよな。謝んねえと、この先進めねえからちょっと謝ってくんねえかな。あ、そうなの？で、謝んと金を稼ぐが始まるの。そうだよ。早くここは分かろうね。そういう民族はご近所にいっぱいいますから。これ毎日練習するんでしょ？簡単なんだよ。これやんないで済むから。なんでここにしてくれてあるから、すでに。ハードオーレージーカーポードだから。ね。R の発音やっとこうね。これ、ほっぺを横から見て、これ上前歯です。下です。私、ちょっとまっすぐ伸びないですからね。これまっすぐになってる下だと思ってください。ね。あいうえおって言えるでしょ？そのまま、あー、いー、うー、えー、おー、ね。簡単でしょ？この簡単なことを、
ただ後ろに舌をまっすぐ下げればいいんですよ、2、3センチって言った時に、こうやっちゃう人がいるの。こうやりなさい。まっすぐ、平らなまんままっすぐ下げなさいって言ってるのに、こうやる人いるの。それバカ。あなたがバカじゃないことを希望しますよ。ここはなんない。なんでギターケースがあるかっていうと、ひっくりして返してもここを指板を傷めないため、こっち側が傷んでもどこが傷んでも大したことないけど、この指板のところが傷んだらアウトね。前歯がないと3歳は言えませんか。なにちゃん、3歳言ってごらん。シャンシャイ違うよ。3歳シャンシャイ。なんで3歳ができないの。前歯ないもん。でこれはバカ。そのバカを利用する人がいるんですよ。ね、それ詐欺っていうの。これ柔らかいでしょ。でもなくなっちゃう。この何でもなくなっちゃう性格っていうのはどうしようもないよね。でこれ鍵ね。鍵はペコペコ、このさ紙はさこうペコペコしちゃうじゃん。でもこれはさペコペコしないじゃん、硬いから。分かった。あの人器用だね。全部 F。 あの人器用だね。全部 F。 まだ分かんない。で私は F の展開わかんないんですよ。どこがドレミファソになるかわかんない。その理由をやったことないから。でも C ならば、
って分かってるから、カポやった時もここがドって分かるわけ。考えなくてもいいわけ。ここの三つ目はドって決まってんから、ここの三つ目はドになるわけ。違うね。こいつ命中してないじゃん。だから命中するようにあなたがやればいいんだよ。コツを教えてるんだから。じゃあさ、こういうふうに言ってみようか。ここ、こういう曲があるけどさ、それ、3音転調してやってくんない ?CAmG7。3音だけ転調してやってくんない？C だから、C で E。F から始めんですか？そうだよ。F からだとどういう展開なんですか？お前今 CA マイナーできたよな。それ3つずらしたそっからやりゃいいんだよ。わかった？転調、ね。C の指使いを3を上げてくれってやったときに、で、E、F からやるんですね。じゃあ Am は何なんですか ?B、C、Dm ですよ。で、F は何なんですか ?F、G、A、B かなぁ。そんなこと考えなくていいの。こっからやろうか。ね。じゃあ、この。それで3音上げてくんない？ 3 音ですね。こっからでいいんですか？模範音。こっからでいいんですか？そう。簡単でしょ？なんで簡単だかわかる？同じことやってんから。考えなくていいの。同じことをするの。ここで C、A マイナー、F、G7 の形。このね、下まで下がらないんじゃもうこわばってんと何言い訳してんだよ。固めになったらわかるよ。距離感なくなるから。その穴掘りたい理由は何？蓋してもらいたいの上から。で、これも握力がないとポロリッと押しちゃう。虫歯がキラリンと押しちゃうわけ。わかりました？あの人器用だ。だから私の場合 CA マイナーでやってんけど、手が大きい人で、G の展開をやってて、それで G の展開でメロディーを入れる訓練をしてる人は、ここでも G の展開でメロディーを入れない。私できない。CA マイナーだけはできない。何自慢してんの？報告ですよ。だから、あなたが CA マイナーでね、ちまちまして、つまんねえなと思ったら G でここでやってください。この G の展開の中で、ドレミファソラシドを入れていける努力をすれば、ここでも簡単にできます。同じことをやればいいんだから。ただ違うのは、
カポしなきゃならない。カポしなきゃならない。だから G でやると、本当は、これだけ押さえなきゃならない。無理じゃん。届かねえんだから、ここが。届かないんだからできない。だからできないで諦めないで、無理なくそこはやんないで、ね、上を引かなきゃいいの。抑えられないとこは引かなきゃいいの。ここできんじゃん、幸い。これ苦手なんだよ。今日寒いからさ、ちょっとこわばってんけど、こわばってなければできる。で、言い逃れ？何？その先。金でもよこせっつうの？お前何しん？得意だよね、それ。それしかできないよね、お前らは。そっぽ向いて、えへらー。そりゃ前見れねえよな、お前ら。誰っつってないじゃん。そっくりのセーター着ろよっつってないよ。だよねな。じゃあこのぐらいで終わりしようかね。なんかお役に立ちました？ムカムカした？じゃあ日本人じゃねえよお前。ここ日本だからさ、朝からしょんべん飲まねえよ。じゃあそういうことで、今日は watching come back again next Sunday when world is come my cousin's know it's the world is good for you いずこの地もそれぞれにHome, March, the 26th, 2023, Sunday, before noon, 11:50 a.m. いいお年を。朝からしょんべん飲まねえよ。昼も飲まねえ。夜も夜中も明け方も飲まないよ。